バーケンヘッドは、イギリス海軍の軽巡洋艦。タウン級軽巡洋艦の一隻艦名は、マージーサイド州のバーケンヘッドにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。当初は1914年に、ギリシア海軍によって発注された2隻の軽巡洋艦のうちの1隻であり、アンティノアクロスコンドーリオティスと命名される予定であった。2隻の建造は継続されたが、 1915年にイギリス政府によって購入された。両艦の装備は当時のイギリス軍艦艇といくつかの面で異なっていた。手法はコベントリー兵器賞で新たに開発された5.5インチ砲が採用された。この砲はイギリス軍標準の6インチ砲より大幅に軽量化され、6インチ砲で使用された100ポンド砲弾に代わって85ポンド砲弾が使用された。 バーケンヘッドは1914年3月21日にバーケンヘッドのキャメルレアード社で寄港し、1915年1月18日に浸水、1915年5月に収益した。収益後は姉妹艦のチスターと共に第三巡洋戦隊に配属され、1916年5月31日、6月1日にユトランド沖海戦に参加した。 バーケンヘッドは無事対戦を切り抜け、1921年10月26日にスクラップとしてニューポートのキャッシュモア社に売却された。ありがとうございます。